おはようございます。今日もユニークキャリアラウンジ始めてまいりたいと思います。最近までめちゃめちゃ暑くて、晴れの日が続いてたんですけど、今日めちゃめちゃ寒くて雨が降ってて、皆さんの聞いていただいている地域の方はいかがでしょうか。今日は499回目、明日でちょうど記念すべきちょっと500回目を迎えるんですけれども、その一歩手前、499人目のゲストをお呼びしております。ユニークキャリアラウンジでは、その方の価値観と、そこを形成されてきたプロセスを僕らの方でお伺いをしていきます。で、その中で、例えば、天気に、今立ってらっしゃる方とか、もしくはその他何か考え事をされている方、もしくは今何か一生懸命頑張ってらっしゃる方に向けて、何かその方のストーリーの中から、受け取っていただけるものがあればということで、僕らの方でその方の個性的な部分とその形成プロセスをお伺いをしています。で、今回動画をアップロードさせていただくところと記事になりますので、ぜひそちらもご覧ください。では改めて、今回お呼びしたゲストの方をご紹介できればと思います。渡辺さん、もしかしたら、そもそも会社やサービスを知ってらっしゃるって方もいらっしゃるかもしれませんし、渡辺さんのお知り合いもいらっしゃるかもしれませんし、一方で初めてお見かけする方ももちろんいらっしゃると思います。なので、一番初めに自己紹介をいただければと思っておりました。渡辺さん、お願いします。ウェルネスブランドのフラムというブランドを運営しております、渡辺凛と申します。ちょっとインタビューとか初めてなので、ちょっと うまく答えられるかあれなんですけど、今日はよろしくお願いします。今やってらっしゃることと、あとは会社のご説明とかご案内も最初にいただいてもいいですか？フラム株式会社という会社を昨年の5月に立ち上げまして、主な事業としては、今ウェルネスブランドで同じ名前でフラムというブランドをやってるんですけど、昨年末に幕開けクラウドファンディングをして、アロマキャンドルを販売して、でそれは先行販売という形だったんですけど、今一般販売を準備していて、ちょうど今週末か来週頭ぐらいに出せるかなと思って、今、3種類のアロマキャンドルを準備していて、そうですね、テーマとしては、一人一人が自分のリズムで生きられる社会をっていうの会社のビジョンに掲げてるんですけど、こうありのままの自分に戻れる時間、なんか私は結構こうキャンドルが好きで、キャンドルをつけてる時はこう結構自分に戻れるなと思ってるので、その時間をお届けしたいなと思って、まずはキャンドルを作ってます。ありがとうございます。なんかこう今お伺いしたら、その自分とこう例えば向き合ったりとか、もしくは心地いい自分の状態でいられる時間を作るとか、なんかそういうのってこうなかなか意識をしなければ、もうなんか過ぎ去っていくというかですね、やっぱりこう流れの中にふとあるものではなくて、意識して作ってこそのものだなというふうになんか思いますよね。それをこう実現するのが一つ、アイテムとしてのキャンドルがあったりとか、で、いろいろあるっていう感じかなと今お伺いしていて、特にコロナの時期は家にいる時間もちょっと増えてると思うんで、本来は取りやすいはずが、なんとなく気づくと 取れていなかったりっていうことってありますよね。いや、まさになんかこう意識的にっておっしゃってくださったのが嬉しかったんですけど、なんかそうじゃないとやっぱりこう、私は今東京住んでるんですけど、なんか常にこう忙殺されるというか、なんか予定が埋まっていくというか、コロナでかなりそれはなくなってはいるんですけど、やっぱなんかどうしてもこう効率性とかをなんか求めがちというか、そういう教育を受けてきたというか なので意識的に取っていくっていうのは本当鍵だなと思いますね。ありがとうございます。最近でこそマインドフルネスとか瞑想とか、なんかそういったものも少しこうやってらっしゃる方が増えてるような感覚もありますけど、なんかこういろんなアイテムがあってよかったり、もしくはその人それぞれでアイテムとの相性もあれば、時間の作り方とか全然違うと思うので、ぜひなんか今回はそのプロダクトが生まれた背景とか、これまでどんな歩みをしてこられたのかっていうところをせっかくなのでお伺いできればと思ってましたので、ぜひお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回、実は僕の手元にだけ、カンニングペーパー的に、事前に渡辺さんの人生の転機を記録いただいたものをご用意いただいてます。で、ここに沿って僕らの方ではちょっと改めてお伺いをしていければと思っておりますので、お願いいたします。今回一番最初にライフログという僕らの方でご用意差し上げた転機の一つ、一番年齢が早い段階でいただいているのが15歳の時ですね。で、ここの地点がいきなりなんですけれども、モチベーショングラフ的に言うと、ゼロよりもこう下に来ている転機の、もしかしたら、
ご自身の中では例えばこう挫折というか乗り越えた経験としてお持ちなのかなとはお察ししてるんですけれども、15歳の時当時やっていた部活がどんな部活だったかっていうところと、そこでの経験がどのようにこう渡辺さんの中で転機として記録いただいてるってことは何か残ってらっしゃることだと思うので、その時の経験をこうどう今心に残してらっしゃるかっていうのもちょっと振り返っていただきながらお伺いできますか。はい、部活に関して言うと、私は中高一貫の女子校に通ってたんですけど、で、バトントワイリング部っていう鉄の棒みたいなものをこう投げて、まあ、チーム、まあ、個人もあるんですが、基本的チームで、やるスポーツで、あとはチアダンスとかを舞台発表、学校内の文化祭とか新入生歓迎会とかで、踊ったりするっていう部活に入っていまして、で、まあ、その転機は高校1年生の時にバトンの選手権大会というものに出るんですけど、まあ、そこで、合宿があって、まあ、なんか私の部活なんかめちゃめちゃ厳しくって、なんか何ですかね、ちょっとこう女子校カルチャーなのか分かんないですけど、まあ、例えば先輩がなんか持ってたら全部取りに行くとか、うん、まあ、なんか1年生の時は休憩の時も座っちゃいけないとか、うん、なんだろう、なんか先輩と仲良くなるにはなんか文通みたいなことを一緒に写真を撮って、それをなんか文化祭の時に一緒に写真を撮って、それをこう手紙に入れて、で文通してくださいますかみたいな感じで仲良くなる、なんかそういうちょっと不思議ななんかカルチャーがあった部活だったんですけど、で、まあ、高校1年生の時にその、選抜メンバーに、まあ、選ばれてだったんですけど、まあ、合宿中に、まあ、結構ミスを連発して、まあ、ミスなんかバトンってあんまり多分イメージつかないと思うんですけど、こう落とすことが結構悪いこと、演技をして1曲踊るんですけど、その中で、まあ、いろんな技を取ったりとかして、バトン落とすことがダメなんですけど、まあ、結構ミスをして、で、まあ、コーチにもちょっといいからみたいな感じで選抜を外されたっていうエピソードです。当時ってこうどれぐらいこう多分記録いただいているところだと中高6年間、打ち込んでらっしゃったっていうふうに伺ったんですけど、どれぐらい例えばバトンの練習ってあまりこう僕は経験がないので、どれぐらい皆さんがなさるのかが思いイメージしづらいんですけど、例えばどんな時間帯に どんなメンバーとどれぐらいこう何を練習するような日々が続くんですか、こうバトン部の皆さんっていうのは。そうですよね、6学年一緒にやるの、まあ、6学年、高3は引退してるので、まあ、5学年なんですけど、はい、大体150人ぐらいいて、まあ、全校生徒のが1200人ぐらいなので、8分の1とかがいて、まあ、一緒に練習するみたいな部活で、まあ部活練習自体は週4日ぐらいで、まあ、土日に試合とか、 なんかパレードとか、 なんかそういうイベントがあったら、まあ、集合とかっていう感じですか、うん、割とまあなんか、そうですね、女子校とかの中だと忙しそうです、学校の中だと忙しい部活だったかなっていう感じですか。なるほど、なるほど。本当の出会いというか、始めたきっかけって何だったんですか。そうですね、本当にそれはたまたまというか、小学校の時は水泳とかをスポーツだとやってたんですけど、まあ、中学入ったちょっと新しいことをやりたいなと思っていて、で、まあ、新入生歓迎会みたいなところでこう部活の発表みたいな、でそこで大体入る部活を選ぶんですけど、まあ、そこでなんかこう舞台発表を見て、まあ、先輩がすごい輝いてたので、なんか私もやってみたいなっていうところからスタートしたっていう感じですね。ちょっと待っていただいていいですか、一瞬。はい、なるほど、なるほど。そこは結構当時は見ると分かりやすい、分かりやすいって言ったらあれですけど、そのどんな方でも、一般的にやったことがない方でもこう見れば分かるスポーツというか、こう印象に残る部分はありますよね。一つこう例えば華やかだったりとか、バトンをこう投げたり受け取ったりしているような姿を見るとすごくなんか印象も残りますよね。そうです、なんかこう舞台で結構衣装を着て、まあ、チアとかの衣装を着たりとか、いろんなバトンだけじゃなくてこう器具みたいのがこうなんですかね、バトンがついてて大きなフープみたいなものとか大きい旗だったりとかで、すごい華やかで、こう
かもすごい人数で、まあ、一つの舞台を作り上げてるみたいなところが、うん、すごい多分中一の私に響いたなと思います。なるほどなるほど。その時結構例えば第一印象を得られて始められて、で先ほどおっしゃってたようにこうなかなか思うようなパフォーマンスをご自身の中ではイメージしたようには多分出せなかったっていうご経験をお話しいただいたと思うんですけど、やっぱりこう何でしょう、プレッシャーというか、あ、何かこう緊張感みたいなものもあってってことなんですかね、そのパフォーマンスを出しづらいっていうのは空気感や環境としては。そうですね、中学3年間はバトン大会には、まあ、個人でしか出ずチームでっていうのはなくって、はい、高校1年生の時に初めてのその選手権大会で、私高1だったので高2の先輩と出るみたいなところと、まあ、なんかみんな上手かったので、なんですかね、私結構もうギリギリ入れたみたいな感じだったんで、まあ、そのそうですねっていうところと、なんかこう練習スタイルというかが、なんか一本でも曲の間に誰かが落とすと、もう一度一からやり直しっていう、なんかノー、なんかドロップって落とすこと言うんですけど、なんかノードロップの練習みたいなことを結構やってて、まあ、それってこうなんかやっぱ連帯責任というか、まあ、一人自分が落としたら全部もう一回最初からやんなきゃいけないんで、そうやらないと帰れないとか、なんか結構すごいプレッシャーは ありましたね、うん。その中でこう、その例えばいい意味で成功体験となればみんなで乗り越えられたっていうのは残ると思うんですけど、そこまで行くのに結構その団体競技だからこそのやっぱりプレッシャーだったりとかあるわけじゃないですか。あとそのメンバーに入れるかどうかっていうところと、外されてしまう経験とみたいな、なんかそのなんて言うんでしょう、華やかにパフォーマンスをしている裏側のこうところっていうのをこうおそらく次のいただいている天気でいうと、そこを乗り越えて大会出場につなげてらっしゃると思うんですけど、それってこうどんなものを結果的にはご自身の中で乗り越えた感覚が当時あったのかっていうところと、乗り越えて実際にはどんなピークエンドというかどんな形でこうその部活動生活を終えられたのかっていうところをぜひもう少し伺えますか。どうやって乗り越えたかっていうところで言うと、まあなんか、まあ、その合宿中に、メンバーから外されたっていうところだったんですけど、まあ、なんか同室に同じ学年の同じメンバーがいて、まあ、なんか本当その日はなんかみんな同じメンバーで私だけ外されたので、なんかこう行きたくないなみたいな、入りたくないみたいな感じだったんですけど、当時すごい私が一番仲良かった子がなんかもうすごいチームに聞いてくれて、なんかもう一度ちゃんと頑張ろうよみたいな、もう私結構心折れてたんで、もう嫌だみたいな感じだったんですけど、なんかでもやっぱりなんかそこがチームスポーツの良さというか、なんか多分一人だったらもうやめてたかもしれないんですけど、なんかこうみんなで作るみたいなところがやっぱり楽しかったし、なんかそこのおかげでやってこれたみたいなところがあったので、まあ、本当その中から外されたのは結構序盤で、まだ最初の大会も出てない、最初の大会直前ぐらいだったので、なんかまだここで諦めるのもと結構ずっと練習してきたし、まあ、やっぱ一緒に出たいみたいな気持ちが強くて、まあ、本当にその同じメンバーの子に助けられて乗り越えられたっていう感じですか。なるほど。これは大げさな言い方ですけど、もしかしてたらその方が励ましていただけたりしなかったら全然違う選択と今もあるかもしれないですね。いやそうですね、なんかもちろんその時は多分辛いと思ってたんですけど、でもなんか今考えると、まあ、すごいそこで挫折を経験したことがなんか自分の中でなんか大きいというか、まあなんか何ですかね、やっぱり一番下を知ってなんか上に行けるみたいなところもあるかなと思うので、もうその子にも本当に感謝してます。なるほど。なんか一方でちょっとお伺いしたいのが、個人的な側面ももちろんですし、あとこうチームスポーツとかあるいは部活動、そのぐらいの人数でその環境でそこスポーツに打ち込むっていう競技に打ち込むっていう環境からも、もしかしてこう得られたものとか、なんかその時代があったからこうなんでしょうね、自分に生きていることっていうのももしかしたらあるのかもしれないなと思ってですね、なんかそのあたり今心に残っているものなのか、当時の自分なりに、得切った後に残ったものってどんなことがあったかもお伺いできますか。
そうですね。なんかやっぱ多分チームスポーツだったのは結構大きいかなって、今にも生きてるかなって思っていて、なんか私結構あんまり自分のためだとそんな頑張れないというか、まあ自分だと結構こうないが、まあそんなにこうなんですかね、まあ、自分が我慢すればみたいなところなんですけど、でもなんかチームでってなると、なので今もこう手伝ってくれてるメンバーがいるんですけど、なんかその子たちが手伝ってくれてるから私も頑張れるみたいな、やっぱなんかチームでやるなんか達成感とか、なんか一人だけでは味わえないこうなんか世界が見えるところとかは、なんか多分その時から今でも続いてる、なんか自分の大切にしてるところなのかなと思います。なるほど、なるほど。競技によって違いますよね。その競技の人数にもよれば、シチュエーションにもよれば、本当にその属性によって学べることとか残るものとかってすごく違うなと思いつつお伺いをしていて、でそこからこう今いただいてた転機の年齢でいうと15歳とか16歳とかだったんですけど、そこからこう次のいただいてる転機を記録いただいているのを見るとですね、20歳20歳ぐらいの年齢をいただいているので、当時でいうと多分大学3年生の時代かなと思うんですね。でちょっとお伺いしたいのは、その手前で高校卒業するときに大学の進路選択をなさったのかなと思うんですけど、バトンに打ち込まれた高校時代っていうところと、その後にどんな視点でどんな学部や大学を見ていて、最終的にどんな中から進路選択をしたのかっていうところ、その時もぜひどんなことを考えていらっしゃったかお伺いできますか。部活を、まあ、高3の4月とかに引退して、なので高3はがっつり、まあ、受験勉強みたいな感じの学校だったんですけど、進路の選んだ基準としては、3つあって、まず1つ目がなんか私大学 ICU に行ったんですけど、なんかその高校生の時にこう学びたい学部みたいなのが全然イメージができなくて、こう結構なんか今まで全部そうだったんですけど、こうなんかとりあえずやってみてそこからなんか決めるみたいな選択の意思決定が多かったので、毎週は2年間、最初2年間でまあリベラルアーツでいろんなものを学ん で最終的にメジャーを3年時に決めるっていうシステムだったので、まあ、そこがまずすごいいいなって思ったところ と、2点目がまあ英語がしっかり勉強できるところ。でなんか結構英語を受験勉強とかでは勉強してたんですけど、なんかちゃんと喋れる英語、なんかこう、リスニング、ライティング、なんか全部こう、なんですかね、ICU は結構しっかり1年半ぐらいかけてこうエッセイを書いたりとか、まあ、いろんな英語 の4つ全部をこう網羅するような英語の教育をしてたので、まあ、そこがすごいいいなと思ってたところ と、最後の3つ目が留学をできるっていうところで、まあ、留学を結構推進してて、もう学年の3分の1とかは3年生の時に行くので、まあ、結構チャンスもあるし、まあ、いろんな国に行けるっていうところで、はい、その3点で大学は選びました。ありがとうございます。実際にじゃあ一つは次の転機にもいただいてたところがまさにデンマーク留学だったんですけど、その留学ができるっていうことも進路選択のこう意思決定理由の一つだったんですね。なるほど。実際にデンマークって僕の方から先にちょっとネタバレをしてしまいましたけど実際にこう留学に20歳の時ですかね、デンマークを選んだのか巡り合ったのか、どんな形でデンマーク留学にこう至るんですか、在学中から。そうですね、私は結構今デンマークアンテナがすごい張ってるからかもしれないんですけど、結構最近はよく、まあ、ヒュッケとか結構北欧とかが結構フィーチャーされてるイメージなんですけど、当時2014年とかで、デンマークの首都はって言ってもなんか誰も分かんないみたいな結構時でだったんですけど、まあ、デンマークにしたのは、まあそうですね、結構まあたまたま、なんか私父親が、デザイナーをやってるんですけど、なので結構ずっとデザインには興味があって、まあ、なんか自分は美大とかには進まなかったんですけど、でもなんかやっぱこうなんですかね、こう結構デザインに関してとか、まあ、持つものに関してとかすごい結構厳しいというか、まあ、すごいそこにこだわりを持っている親だったので、なんか私もそこは結構こう
小さいうちからこう何ですかね、考えてたというか、まあ、身についてた部分であって、ですごいデザインに興味があって、で北欧でデンマークってすごいデザインとか建築とかがよくって、なんかせっかく1年間過ごすんだったらこう何ですかね、英語が目的とかになると自分的にしんどいなっていうのをすごい感じていて、まあ、本当になんかこう一回住んでみたい国に行ってみたいなっていうのを思って、まあ、本当にその時あの北欧とかも行ったことなかったんですけど、なんか一度住んでみて、なんかそうやってこうなんかこう普通に一般的な人でもそういう、こうデザインとか何ですかね、お家をなんかどうやって良くするかみたいなところがすごい何ですかね、レベルが高いなと思ってたので、まあそういった人たちに触れ合ったりとか実際に住んでみて、なんかどう感じるのかなっていうところを見てみたいなっていうのを思ってデンマークに決めたっていう感じ。なるほど。当時多分本当におっしゃる通りで、デンマークとか今でこそフィンランドとか、はい、スウェーデンとか、うん、そのありますよね、なんかそういうワードが本当に進出回数は多くなってるなと、はい、やっぱり思うなというところと、うん、はい、自分たちがこう実は馴染みのあるプロダクトブランドとして手に取ってたものが実はこう北欧の企業だったとかっていうのも、うん、なんかこうその背景をこう知る機会も少し増えて聞けるなと思っていました。で、じゃあ当時はデザインっていうところで言うと少しこうご自身の家庭環境からあのインプットを受けてたっていうところと、デンマークっていうところはさらにその発展してご自身でいろいろ知る中で徐々に徐々にこう惹かれていった対象だったイメージですかね。うん、そうですね。なるほど。ちなみになんかこう今おっしゃってきたそのデザインとかいわゆるプロダクトみたいなところに関する関心を家庭からっていうところはあったと思うんですけど、ここまでのお話の中で例えば高校時代とか中学時代とかその時代もなんかこう部活以外の場面で少しそういうデザインとかあるいはものづくりとか、うん、なんかそういうところにこう関心が触れた場面っていうのは、まあ、学校生活なのか友人関係なのかその他の場面でなんかこうあったりもしたんですかね。そうですね、うん、なんかものづくりは結構なんかものづくりというか何ですかね、こう何か作りたいとか、なんかこれやってみたいとかっていうのは、まあ、結構ずっとあるタイプで、まあ、好奇心は結構旺盛なタイプかなと思ってるんですけど、例えばそうですね、まあ、高校時代はなんかあの部活の T シャツを作ったりとか、うん、あとは、まあ、作れなかったんですけど、なんか高校のそのチアのバッグをどうしても作りたくて、ただなんか私の中高はその通う時のバッグが指定だったので、なんかそれはできないだったんですけど、まあ、なんか作ってみたいとかやってみたいとか、そうですね、あとは高校の時になんか課外なんですか、ね、学校のプログラムで、まあ、テレビ局と一緒になんか女子高生が定番組作るみたいな、でなんかそれは何ですかね、自分で応募してやりたい子がやるみたいな感じだったんですけど、まあ、それとかもなんかこう、まあ、自分のアイデアを形にするみたいなところが面白いなと思っていて、なので結構こう何かやってみたいと思ったらとりあえずやってみるみたいな、結構今までもしてたかもしれない。なるほど、そうですね。ちなみにその例えばその T シャツのお話とかでもこう、なんでしょうね、渡辺さんがこうそこに惹かれるのは作ってる時の時間が心地いいかったり楽しいのか、その受け取ってもらった人の例えばこうリアクションを見た時に嬉しいのか、なんかどんなところにどんなモチベーションがこう湧くものなんですか、作ってる時とかっていうのは。そうですね、作ってる時のモチベーションは、うん、なんかこうそれを実際使ってるところ、はいはい、実際使ってもらってるところをなんか想像したりとか見るところが、まあ、一番モチベーションかなと思って、うんうん、例えばその T シャツで言うと、まあ、後輩のなんか衣装みたいな感じで、まあ、実際にこう見てもらえるというか、まあ、それで踊ってもらえるみたいなところがあったので、まあ、そこがモチベーションだったりとか、まあ、今もキャンドル作ってるのも、まあ、なんかその置いてもらうというよりか、まあ、実際火をつけてなんか使ってもらうところがなんか一番嬉しいなと思ってるので、うん、そうですね、届けた先になんかその方がそのものとこう一緒に過ごしてくれる時間みたいなところを想像するのが一番、はい、好きですか。うん、ありがとうございます。そこから実際にこうデンマークに、訪れてみて
これはどれぐらいの期間、デンマークの中ではどんな場所に滞在されて、過ごしている間にはどんな経験を当時向こうでされたかっていうのもまた伺えますか？はい、行った期間としては1年間で、行った場所っていうのが、デンマークの首都はコペンハーゲンなんですけど、でこうドイツとの陸続き、あ、ごめんなさい、島ですね、担当、ごめんなさい、島なんですけど、で私が行ったのは第二の都市でオーフスっていう都市なんですけど、多分誰もあまりあれだと思うんですけど、まあ、人口30万人ぐらいで、まあ、デンマーク第二の都市のオーフスで、ごめんなさい、3つ目の質問なんですけど、期間と、場所と、はい、期間と場所と、あと向こうでこう経験したものの中で、例えば印象に残っているものとか、次にご自身の中ではつながった転機になったこと、その辺をぜひお伺いしたいです。その時は大学3年生で行ったので、なんかこう、まあ、就活も頭に入れながら行ったっていう感じがあって、まあ、そのまま帰ってきてすぐにとりあえず就活もやって、まあ、4年でストレートに卒業するのがいいみたいなっていうふうに結構こうずっと、まあ、思ってたんですけど、まあ、デンマーク行ったらなんかなんでこんなになんかすごいなんか1年間もデンマークに住むっていう経験なんてそんなできないのに、なんかなんでその今じゃなくてこう未来のことにそんなずっとフォーカスして、就活の準備とかで ES 書いたりとかっていうことをなんかしてるんだろうって、なんかすごいハッと気づかされて、なんかすごいもったいないなと思ったんですね。それでなんかしかもこうデンマーク人って結構こうまあ、ゆっくりというか、ストレートで大学来ることの方がまず少なくって、例えば中学と高校の間とか高校と大学の間とか、ほとんどなんか何ですかね、1年間ギャップイヤーとかを取って、まあ、もし、まあ、興味の赴くままにこう、まあ、働いてみたかったら働いてみたりとか、まあ、海外留学してみたかったら留学してみたりとか、なんか学部選んだりしても、まあ、もし合わなければもう一回入り直せばいいみたいな、ちょっと大学が無料っていうところが、まあ、日本とは違うんですけど、なんかこう何ですかね、もうちゃんと自分のやりたいこととか、なんか今やりたいことにすごいフォーカスしているなっていうのを見て、なんか私はなんでこんなに生き急いでるんだろうみたいなことをすごく思って、まあ、それがすごい気づけたのがやっぱデンマークで過ごしてよかったことだなっていうのを思います。それにこう気づく気づいた時っていうのは、やっぱこう皆さんの暮らしにこう馴染んでいくにつれて、徐々にいろんな人たちを見たり馴染んでいく過程でこうなんかハッとするものなんですか？それもあったんですけど、まあ、一番大きな決めっていうのは、はい、留学1年間していて、留学中の夏ぐらいに行ったんですけど、留学中の11月ぐらいになんかアメリカで留学生とか、まあ現地に留学して日本人とかを対象としたなんかキャリアフォーラムみたいなのがボストンであって、なんかそこにこうデンマークから行ったんですね。でそのデンマークに行く直前になんか一人で中央の方チェコとかを旅行したんですけど、なんかその時になんかゲストハウスみたいなとこ泊まってて、観光は日中して帰ってきてなんかイエス書くみたいなことをやってて、そしたらなんかそこにいたなんかゲストハウスのなんかお兄さんが、え、まだ君いるのみたい な何やってんのみたいな、ビール飲みなよみたいな感じで言われて、なんか私確かに何やってんだろうと思って、なんかせっかく旅行もしてるのになんか ES 書いてて、でなんかで、まあ、ちょっとバカみたいだなと思って、まあ、帰って、でアメリカに実際行ったんですけど、なんかそこに行って、まあ、結構まあ、なんか結果もなんか散々だったのもあったんですけど、なんか本当になんかもったいないなっていうのをものすごい感じて、なんかせっかく1年間しかないのになんかまだそんなに焦らなくてもいいしっていうのをなんか、まあ、一旦そこで就活をしてみてまず気づいたっていうところと、まあ、帰ってきてやっぱデンマーク人全然就活とかに焦っていなくって、まあ、大体マスターまで取ってから就活みたいな感じで、もちろんその社会保障がすごい充実してて、まあ、死なないみたいなところもあるんですけど、なんか全然こう何ですかね、その日本みたいにガツガツ就活とかっていう感じではなくって、すごいこうおっとりしてきたっていうのは多分ありますね。はい、もうそこみんなからしたら、あの子ずっとなんかいろいろ書いてるけど何してるんだろうみたいな感じにこう
旅行客観光客モードというか旅道のモードでこう、はい、なんか空気の違いを感じたんですけど、うん、本当そうだと思いますね。なんかパソコンもなんかそのゲストハウスのパソコンみたいなの借りてやつと、ね、あ、そういうことですね。はい、ずっとそこにいないといけないみたいな。あ、多分ちょっと異質だったと思う。なるほど。じゃあそこでこう1年間ですかね、留学経験してでキャリアフォーラムから戻られて、結構そこから戻ってきた後とかもなんかご自身の中ではやっぱりそのギャップ、良くも悪くもそこで感じたギャップがだん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 多分心の中ではなんて言うでしょうね、多分ご自身の価値観にちょっとこう向いていくんですかね、やっぱその気づきとその後の経験が、うん、そうですね。本当になんか7月行って11月アメリカ行って帰ってきてからなんかこうちょっと解き放たれたというか、その就活のプレッシャーから一旦もう忘れようみたいな、うん、その今とりあえず考えなくて、まあ、なんか4年で卒業しなくてもいいやってこう思えるようになったら、結構その今の全力で楽しもうとか、ここに住んでる時間をなんかどうやって充実させるかみたい な, なんかそっちの方にフォーカスしていったなと思って、そこで結構こ う, うまく切り替えられたかなっていうのはありますね。なるほど、ありがとうございます。そこから実際に、デンマーク滞在された後、それこそ日本にその後多分留学を終えてからは帰国をなさると思うんですけど、なんかこうこれは結構なんですかね、留学経験なさった方それぞれあると思うんですけど、日本に帰国した後ちょうど日本あれ就活のタイミングに入るんですかね、このタイミングっていうのは。そうですね、うん、私の代の時が8月選考開始、面接開始とかでしたかね、うん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 、だったので、はい、その直前に帰ってきたって感じです。なるほどなるほど。その後こう例えば日本で就職というふうにもなるのかなと思うんですけど、帰国後はどんな経緯でまたあの進路選択と同じような形でどんな場所をこう検討に入れて、どんな会社にその後就職したかとかも伺えますか。はい、その帰国したすぐの代では私は就活をしないっていうことに決めて、とりあえずもう学校に復帰したっていう感じでした。うんうん、でまあそうですね、なんかで進路選択としては次の年の、就活を、まあ、冬頃、年明けてくらいからなんかぼちぼちちょっと見始めてっていう感じで、まあ、本当にたまたま縁があって、新卒はアクセンチュアという会社に入社しました。実際にその期間、まあ、いわゆるそのターニングポイントとしていただいているのがその24歳ぐらいの時期に、ここがおそらくいただいているモチベーション的なグラフの中でいうと、もう一つこう少し他のグラフからは下がっている部分にはなるんですよね。で、この時期がおそらくその就職をした後、働き始めの期間に当たるかなと思うんですけど、これ実際に働いてみて、なんかどんなところがこうご自身の中では、なんですかね、迷いが生じたというか、改めてどの辺にこうギャップや違和感やこう馴染みにくい部分を感じたかっていうのもちょっと振り返っていただいて伺えますか。そうですね、うん、まあ、新卒で入った会社が、その次の年、2017年の8月に入社したので、うん、卒業して、まあ、1年間ぐらいギャップイヤーを取って就職みたいな感じだったんですけど、入社してなんかこう会社のカルチャーとか、なんですか、いる人とかはすごい好きで、なんかこう外資だったのは結構こうフランクにストレートに話す文化があって、なんかそれは結構私も大学でもそういう大学だったので、なんかそういうところでは馴染みがあって、まあ、結構なんですかね、なんかこう毎日この時間に行ってこの時間に帰るみたいなことが多分なんですかね、なんかこうあんまり身近にサラリーマンのお手本がいなくて、こうそのなんかそのイメージが全然つかなかったんですね。なんかこう私は結構夜にすごい仕事がボンってこうなんか波が来る時は結構あるんですけど、なんかやっぱりこの8時 6時とか、まあ、そうやって決まった時間で、まあ、とりあえず行かなきゃいけないみたいなところが、まあ、結構なんか辛いというか、自分のなんかライフスタイルに結構合わないなと思ったりとか、そうですねっていうところが、まあ、結構ギャップとしてあったかなっていうのはありますかね。どこ
ここからなんか馴染まないなと、どうしようかなというふうに、いろいろとこう考えておられる期間の、次、今回でいうところの最後の転機をいただいているところか、冒頭で自己紹介いただいたときにご紹介いただいたブランドと会社を立ち上げるタイミングを次に転機としてはいただいているんですが、この期間をどのぐらい過ごして、どうやってそこをこう抜け出たかというかですね、どんな時にこう抜け出るきっかけを得たかっていうところもちょっとまたお伺いしてみたかったんですよね。ですね、結構瞑想期は、トータル1年間とかあって、なんか基本的に結構なんか常にはなんかどうしようとかっていうのは、まあ、社会人だったから考えてたんですけど、まあ会社も辞めて、なんかもう本当に毎月仕事変わるみたいな、なんか何ですかね、なんか知り合いの先輩がやってる会社をちょっとお手伝いさせてもらったりとか、なんか一日バイトみたいなのやらせてもらったりとか、もうなんか声かけてくださったりとか、なんかちょっと興味があるなって思ったものには、なんかとりあえず全部やってみるみたいな感じで、まあ、ずっと過ごしていて、まあでもなんかこれなのかなみたいな、なんかその時から結構起業したいなみたいな思ってたものの、なんか何で起業しようとか、なんか実際どうしようみたいなのはなんか考えつつ、まあ、いろんなことをなんかちょっとお手伝いとかさせてもらってるみたいな状況だったんですけど、なんかとある会社のお手伝いをさせてもらってる時に、なんかまあ趣味で なんかアーモンドバターみたいなのを作ってたんですね。ミキサーみたいので、こうアーモンド攪拌するとこうペースト状になるんですけど、アーモンドがすごい好きだったので、なんかすごいその実験みたいなことをなんか家でやっていて、でなんか本当にそれ趣味だったんですけど、なんかその話をなんかそこの社長になんか話してたら、なんかそれをちょっと商品化してみるのはどうみたいな感じで、なんかすごいアイデアをくれて、で私はなんかその考え全くなかったので、なんかでももしそれをなんか単価でもそれだと小さいから、例えば企業のセットで売るのはどうみたいな感じで、なんかこういろいろすごい教えてくださって、最初になんか買ってくださったりとかをして、あ、なんかこうやって作るのかみたいな感じのを、なんかこう結構リアルにイメージできたというか、そこでなんかちょっとやっぱなんかもう作ってみようとか、そうですね、なんか企業じゃ何でしてこうみたいなのをなんか考え始めて、ちょっとこう上がり出したかなっていう感じですかね。実際にそこから少し上がってきた結果、今やってらっしゃるブランドと、いわゆる会社が大事にしてらっしゃることっていうところに、だん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 おそらくこう行き着いてくるのかなと思うんですが、やっぱりこうでん、なんて言うんでしょうね、今の会社とプロダクトの中で大事にしている感覚と、またはそれを表現するプロダクトっていうのは、改めてこうその次にどんなふうにこうキャンドルというところにもこう行き着くのかなっていうのもちょっと伺えますか？そうですね、その後じゃあ何で起業しようみたいな、なんかものすごい考えて、まあ、いろいろ、まあ、アイデアを書き出してっていうところをやってみて、で、まあ、結構本当には作りたいものとかやりたいことはたくさんあったので、とりあえず書いてみたんですけど、なんかどうしてもっていう理由がなんか見つからなくって、でその中で何ですかね、要素を抽出してみて、じゃあその細かいアイデアのなんかどこになんか自分のやりたいモチベーションがあるのかなっていうのをこう大きい目で見た時に、なんか何ですかね、それを使った時になんかこういう時間なんかを過ごしてほしいとか、なんだろう、なんかただ私が作るというよりも、なんかそれを使った時になんか流せる時間がどういうものになっていくのかとか、なんかどういう時間、こう時間を何ですかね、測れるというか、キャンドルだったらつけている時間が、まあ、36時間とかこうあるんですけど、なんかその時間をなんか送りたいし、なんかそういう時間を届けられるののサービスとかプロダクトを展開していきたいんだなっていうことに気づいて、で最初はなんかまあ化粧品とかも作ってみたいなとか考えてて、工場とかまで行ったんですけど、でもなんかなんとなくまだピンとこなくて、やっぱり一番最初の商品はもうなんか自分が一番好きなものがいいなって思って、でその時にデンマークでキャンドルを世界一消費する国で、
ものすごいあのキャンドルを消費してて、まあ、その時に結構私もすごいキャンドルが好きになってなんか使うようになったんですけど、こうキャンドル使ってる時って本当になんか何ですかね、無になれるというか、なんかこう自分がすごい落ち着くし、なんかリラックスできる時間だなと思っていて、でなんかこういう時間をなんかもっと周りの人に届けたいなっていうのがあって、で、はい、もう本当に私はキャンドルが好きっていうので最終的に決めたっていう感じですかね。うん、ああなるほど。じゃあ本当に好きなものとはいえ、本当直線的にそこに至ったわけでは全然なかったんですね。結構紆余曲折ありっていう感じで。そうですね、本当にいろいろスナーモンドバターも作ってみたりとか、うん、化粧品も考えたり、はい、今でもあの作りたいものたくさんあるんですけど、うんうんうん、やっぱなんか最初はなんか本当に特に思い入れがあって、一番自分が好きなものを、まあ、自分もなんか性格的にこう好きなものじゃないと続かないみたいなところがあるので、うん、なんかそこも考えて、そうですね、キャンドルにしたっていう感じ。なるほど、なるほど、ありがとうございます。実際今はどれぐらいの、例えばどんなメンバーと、まあ、それこそどんな、なんでしょうね、そのブランドがこう作られてる裏側、はい、いうかな、どんな人が関わっていて、うん、なんか皆さんはそれぞれの思いとしてはどんな形で普段はあの仕事なさってるのかなっていうのもちょっと伺えますか。はい、今私以外に4人が結構関わってくれているメンバーとしていて、1人は今学生の子なんですけど、と残りの3人は、フルタイムで働いていて、手伝ってくれてるっていう感じです。そうですね、メンバーの関わり方としては、1人は、もう去年の立ち上げ時からずっと手伝ってくれていて、まあ、その子は大学の同期でなんですけど、まあ、ずっとなんかこうなんか働き方についてとか、なんかずっといろいろこうなんか答えのない話をずっとしているみたいな感じでモヤモヤしているっていう感じで、まあ、私が何ですかね、やりたい、例えばなんかあの私あの父方の実家が餅屋をやってるんですけど、はい、なんかその餅をなんか東京で売るポップアップをしたりとか、なんかそういう時も手伝ってくれてたりとか、まあずっと本当にいろいろやって一緒にやってくれてる子なんですけど、なんかその子とまずは結構1年前ぐらいですかねからずっと一緒に、なんか私がこうやりたいって思うのとか、まあ、感性がすごく似てるので一緒に作って、なんかその子は結構こうデザインとかに落としたりとか写真を撮ってくれたりとかっていうの、なんかこう私のアイデアをこう実際に形にしてくれるっていうところをやってくれていたり、残りの、3人のうち の、 その会社員の2人の子は、1人は元からずっと大学の時から友達で、結構最近です、今回のキャンドルを作る時からその2人、ごめんなさい、3人ですかね、手伝ってくれていて、なんか本当私結構こう本当にあの細かく実際にこうこうあのスケジュール引くとかが本当に苦手なので、なんかそういうところをやってくれたりとか、ちょっとなんかこう何ですかね、頭の中であるものを全部こう言語化してくれたりとか、あのもう本当にあの素敵な方たちですね。いいですね。なんかその多分今後ももしかしたらそういうメンバーが増えていくかもしれないですしね、っていうのと、やっぱりその皆さんも関わってる時間、そのフラムに関わってる時間も、なんかこう、なんでしょうね、こう、自分の好きな自分でいられる感覚をお持ちな気もしますよね。なんかこう、楽しんでらっしゃるっていうか、それがすごい今関わってても素敵なチームというか、皆さんだなと思ったのと、一番こう、あれですよね、あの、今伺ってた中で、おそらく、渡辺さんが伝えたいこととかやりたいことっていうのは、やっぱりこう何かものを作るっていう、もちろんアプローチ方法とか手法ももちろんこう楽しんでおられるのかなと思いますけど、やっぱりこう、こうあってほしいとか、なんかこうあったらこうなんじゃないかとか、その願いをすごい強く持ってらっしゃるなと思って、うん、自分がこうありたいっていう、まあ、欲もあるとは思うんですけど、それをこう凌駕するなんかこう願ってるものがあるなと思ってですね、なんかこう改めてプロダクトを通してっていうのと、これまで振り返っていただいて、こんな人にこうあってほしいなとか、いやこう今願ってらっしゃるものっていうのはやっぱりこうこの環境下で、うん、どんなことを今モチベーションにされてるかというか、
実現されようと願ってるかっていうのもちょっと改めてまとめというか振り返っていただいて共通点もある気がしたので改めてちょっと言葉にして伺ってもいいですか。いやそうですね、なんかこう、うん、一番のモチベーションとしてはやっぱりこう、もういろんな人がもう自分のリズムでというかで生きられるっていう社会を実現したいっていうのが、まあ、一番大きなミッションというか、まあ、これが一番やりたいなって思っていて、まあ、その手法の、まあ、今の一つとしてキャンドルを持ってるっていう感じなんですけど、なんかやっぱり私もこうずっと日本で教育を受けてきて、そのデンマーク行くまでは、まあ、本当にこうレールにずっと乗ってきたというか、まあ、降りるのも怖かったし、なんかどう見られるんだろうとか、じゃあ親がなんか就職先どこがいいんだろうとか、まあ、そういうこう結構周りからの視点とかもすごい考えてしまっていたなっていうところがすごいあるんですけど、まあね、うまくいってからとか、あとは、まあコロナで結構その自分を見つめ直す時間がすごくあって、まあ、そこでなんかもう一度気づけたんですけど、なんかこうやっぱ自分軸でというか、なんかやっぱ自分のやりたいこととか、まあ何ですかね、その周りのこととかももちろん考えちゃうんですけど、で私もまあそれはもうなんか完全に排除することはできないんですけど、でもなんかなんだろうな、本当に自分のペースでというか、なんかたまにその会社を辞めるのとかを、まあ、なんかもしなんか本当にきつかったらそれでもいいと私はまあ思っていて、なんかこう、本当に特に今周りの人から、身近な人からやっぱりなんかそういうことと、なんか悩んでる子がいたら、なんか力にまだ全然なれないんですけど、なれないかなとか、もしなんか私が、まあ、会社がこうもっと人を増やしててとか、なんかいろんな人をこう仲間にできたりすることができたら、なんかそういうことも実現できるんじゃないかとか、もしなんか、まあ、それはすごく大きな、まあ、長期的な目標なんですけど、もうちょっと身近に例えばそういうなんかちょっとでも自分のこうご機嫌を取れる時間とか、それはキャンドルから始まり、もうちょっとなんかこう、まあ、ホテルとか、もう少しその時間をどんどん伸ばしていくことで、なんかそのミッションというか私のビジョンが実現できるんじゃないかなっていうのを思っていて、はい、そこが、まあ、そうですね、一番の願いというか、なんか人生でやっていきたいところかなと思ってます。先ほどのお話の中でやっぱそのですよね、かかってて、その願いがすごい強いなと思ったのと、あともう一方で先ほどここからちょっと質問とかも踏まえていければと思いまして、で今同席いただいている方々ももしご質問とかがあればあのチャットに気軽に投げていただければと思うんですけど、先ほどちょっとこうレールを外れるにしてもちょっとやっぱ怖い面があってっていうふうに触れていただきましたけど、それでもあの何ですかね、それでもこう一歩踏み出せたというか、渡辺さんが踏み出して、で今も、まあ、自分のであのそのなんていうんですかね、メインのレールがありながらも、いわゆる言われるところのレールみたいなものがありながらも、その傍らにこの自分にとってのレールをこう敷きながらこう生きてらっしゃる気がする、作りながら生きてらっしゃる気がするんですけど、それができるのはその怖さとか人の目がもちろん消えずとも、何があってこそそれができてるんだろうなっていうのがすごい気になって、で一つじゃないと思うんですよね、うん、ご自身の例えば家庭環境とかどの方から得た経験とかお話が残ってらっしゃるのか、やりながらやりながらこういうものが見えてきたからできているなのか、いろんな要素があると思うんですけど、こういい意味で、そうですね、軸のお話も先ほどちょっとありましたけど、いい意味でこうレールを外れてる状態をこう作れたり一歩そこに踏み出せるっていうのは、あくまでも渡辺さんの感覚で言うと何があってこそそれがこうできたりできているのかなっていうのはちょっと伺ってみたいんですよね。確かにめちゃくちゃいい質問ですね、うん、すごい確かに本当に多分いろんな要素が関わってきたんだなと思うんですけど、うんうんうん、そうですよね、なんか会社を例えば辞めるっていう選択をできた時は、うんうん、なんかまあなんですかね、会社以外の働き方とかをやってる人と結構会ったりとかして、うん、なんかあ自分もできるんじゃないかとか、なんかこういう生き方もあるんだみたいなことを結構その、ま、さっき言った瞑想期の時に結構そういう人たちにすごい会っていたのかもしれないですね、うん、で、まあ、そういう人たちからなんかこう
何ですかね、なんか、うん、なんか自分が考えてたレールってそこまででもなかったのかなみたいな、なんかこう自分が思い描いてただけで、実際はなんかそこまでじゃないし、なんかそこで判断する人ってまあ本当なんかそんなにいないんじゃないかなとか、まあ、自分が付き合っていきたい人はなんかそこで判断しないんじゃないかなとか、うん、なんかっていう感じで思えたっていうところとか、そうですね、そこはすごい広がったんですね。なんかこう自分知りうる世界がこう広がったことで、うん、今まで選択肢なかったものが選択肢に入ってきたりとか、うんうん、ちょっと諦めてたことも全然やっていいんじゃないかっていうふうにこう思えたというか、そうですね、いいですもんね。あとなんかご家庭でいうところの、ね、あのサラリーマンのこう働き方がっていうふうに触れていただきましたけど、うん、ご家庭に、まあ、お父さんとかもあまりこうサラリーマンとしての働き方ではないかったんですかね、やっぱり。そうですね、そうですね、父親も独立していて、まあ、デザイナーなんですけど、うん、だったりとか、まあ、あのおじいちゃんは餅屋さんやってたりとか母方も、まあ会社をやってたりとかで、結構そうですね、なんか自分でやっているっていう人が周りに多くかったりとか、まあ、特に多分父親ですね。なんかやっぱ一番身近な社会人だったので、彼がなんかすごいこう自由になんか楽しくやってる、なんか仕事しているってイメージがすごいあったので、あそこかもしれないです。なんかこう仕事イコール楽しいものみたいな、もちろん辛いことは中に絶対あるんですけど、でもなんか大枠としては楽しいものだし、まあ、生活と私はあまり切り離さないものっていう印象があったので、まあ、そこへのなんかそれを取りに行きたいみたいなところがあったから、レールを外れたられたのかな、かもしれないです。なんか多分ご自身の中ではこうもともとイメージとして、もしかしたらもう一方のレールがあるんじゃないかっていうことは、多分身の回りの方々からの多分インプットでなんか多分無意識にこう作られていたけど、なんかそっちのレールにまた移るっていうのは違う勇気が必要というか、違うパワーが必要だと思うんで、なんかそれはご自身の、ね、多分行動でいろんな方に出会ってみて、あ、やっぱりそっちもありなんだなっていうふうにだん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 なんかこう移ってきた結果、まあ、最後はご自身で決めたっていうところはもちろん大きいと思うんですけど、なんかそういうなんかいろんな多分出会いといろんな要素が絡まってようやく実現したっていう感じがしますね、その一歩一つをとっても。そうですね、本当にそうですね。多分デンマークの経験とかもなんか結構いろんなものがタイミングがあってできたのかなっていうところと、なんかこう結構なんか人生なんか流れてるなみたいな感じの感覚があって、なんかこうまあなんかそこで例えばなんか何ですかね、なんか会社を辞めるっていうことも、なんていうんですか、なんか結局うまくいくんだろうみたいな、なんかすごいなんか結構ポジティブに考えてまあなんかどう、まあ、なんか死なないしとか、ここですごい挫折してもなんかそこでの学びが次でめちゃくちゃ跳ねるみたいな、なんか結構そういう考え方をしてるので、まあ、もしそこでミスっても、まあ、次の選択が良くなるとか、なんかそんなにすごい怖さを感じなかったのと、まあそんなに捨てるほどでもないんだと、こうレールと思ってたけど、なんか平地だったというか、結構はい、そんな感じ。いろいろとこう知りながら出会いながら、ご自身のこう視野とかレール感覚みたいなものを拡張されていった結果、あのこんなに広いものの中の一部で知ってたのは一部であって、なんかもっと作れるしいろいろあっていいんだなっていうふうにこう移っていったんだなというのはすごく伺えたのと、あと最後にちょっとお伺いできたらと思ってたのが、先ほど生活と仕事はこうパックリ分かれてるってものよりかはこう絡み合ってというか関係し合ってる状態の方があのご自身としてはナチュラルなイメージがあるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、今はご自身のこうプロダクトが、まあ、キャンドルとかあのその時間を作る演出するというか促したりとか支えるようなものを作ってらっしゃると思うんですけど、そのプロダクト自体も多分ご自身としては利用者になりうるものだと思うんですけど、今はこうどんな風にこうご自身のなんていうんですかね、生活とお仕事はこうどんな風にこうどんな場面で融合しているかというか、どんな関係性で今過ごしてらっしゃるかっていうのもちょっと伺えますか。どんな時にそれを使っているとか、どんな存在になっているとか伺えたら嬉しいですね。そうですね、本当になんかもう特にその起業してからはもう
生活と仕事はもうほぼ一緒みたいな感じになっていて、結構忙しかったりタフな時期もあると思うんですよね。そうですね。でもなんかやっぱ自分のやりたいことはなんか全然仕事っていう感覚もなくって、なんかこうなんかやらなきゃみたいな感覚はあんまなくって、電話で手伝ってくれてる子もなんかそんな感じで関わってくれたらなと思っているんですけど、うん、そうですね。なのでキャンドルとか私もなんかその、まあ、ちょっと落ち込んだりしたらキャンドルつけたりとかで、なんか自分が使ってみてとか、自分がこうちょっとその感情になった時になんか作れるものとか表現できるものがあるんじゃないかなと思うので、なんかそこで、まあ、それが次のなんか香りをどう作るかっていうところに生きたりとか、なんかこういうなんかちょっとこうじゃあ仕事で落ち込んでみたいなところ時になんか使ってもらいたいなって、こうなんか自分が経験したから思えるとかっていうので、そうですね、結構、うん、常に一緒に重なってるっていう感覚ですか。なるほどなるほど。なんかその時間が結構やっぱりなんか支えになってるんですね、実際に。うんうん、うん、ありがとうございます。もしあの他の方から何かね、全然チャットに寄せていただいても大丈夫ですっていうのと、あ、質問いいですか。はい、嬉しい。資材券のことで、資材券周りってどうです、はい、話せそうですか。もし難しければちょっと録画もしているので、はい、うん、別の機会にいただく可能た方がいい可能性もあるなと思うんですけど、そこってどうでしょう。そうですね、ちょっと自信がないかもしれない。そうですね、ちょっとごめんなさい、はい、関谷さん一旦閉じた後にご質問いただけたらありがたいです。すみません、トピック的にすみません。ではちょっと時間もちょっと迫ってきたので、もしよければ一番最後に、今後ブランドとしてもしくはご自身として、展望とお伺いするとちょっと大げさなんですけど、今後どんなことにもっとトライしていこうと考えていらっしゃるかとか、どんなものを実際には取り組んでいるかとか、もしなんか今後僕らがこうリリースを待てるようなものもあればちょっとこうお伺いできたらありがたいなと思ってました。はい、今後の展望としてはやっぱキャンドルのブランドではなくてウェルネスのブランドだと思っていて、なんかこう関わってくださる方とか、その私たちのプロダクトを使ってくださる方のなんかと関われる時間をどんどん伸ばしていきたいと思っていて、そのためにこういろんな商品とか、 なんかサービスとかを展開していきたいなと思っていて、例えばキャンドルはその36時間とかっていう、まあ、その限られた時間なんですけど、もっとそれを広げていって、なんかこう日常に結構そのライフスタイル全般でなんかこう関わっていけるんじゃないかなと思っていて、なんかそういった展開をしていったりとか、本当ですね、そのなんか関わっていける時間をやっぱり大切にしたいので、そういったプロダクトとかサービスを作っていきたいと思ってます。ちなみにキャンドル、ありがとうございます。ちょっと来週頭とか、ちょっと今本当にホームページをなんか最後の調整とかをしていて、リリースを、予定しています。よかったら見てくれてくださると嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。じゃあぜひそのまた新たなリリースやサービスサイトのローンチもちょっとこう待ちつつ、今回のまたその時に見ていただく時に、もしよければ記事とかあの動画とかを見ていただいた後に、まあ、もしくは一緒になんかこう店長っていただいたりとかすると、こうその裏側とか背景をちょっと感じていただけもするかなと思うので、ぜひぜひなんか一緒にご覧いただけたら僕らもありがたいし嬉しいなと思って伺ってました。じゃあすいません、たっぷり今日1時間お伺いをできまして本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありました。あの特に29歳以下の世代でいうと、やっぱ迷いもすごく多いですし、いろんなものが正解、それなりのそれぞれの正解には見えてくると思うんですけど、うん、こう何を選び取るかっていうところと、何を大事にするかっていうのがなかなかこう、なんだか難しい軸を作りづらいなとも思っているので、その中の一つの軸と一つのロールモデルとして、渡辺さんのお話が届けばいいなというところと、もし、最近忙しくて大変だなとか、なんか自分の気持ちがいい時間作れてないなという時には、まあ、アイテムとしてっていうのもそうですし、あとエッセンスとしてもなんかお話、今回のお話と、あとはぜひキャンドルとか、プロダクト手に取っていただけると嬉しいなと、支えになるんじゃないかなと思うので、ぜひまたご覧いただければと思いますので、記事とか動画にも URL 貼らせていただくので、ちょっと気になった方は覗いてみてください。ぜひお願いします。
じゃあ、すみません、お時間来ましたので、今日499人目の渡辺さんのお話をお届けいたしました。まとめてこちらで収録させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。